皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、これは何回かお伝えしておりますけどね、あのハンドルのご紹介でございます。サーリーから出しております。コーナーバーですね。これのご紹介です。でこれがね、これはもともとはそのマウンテンバイク的な、ジオメトリーを持っている自転車にドロップハンドルをつけるとどうしてもポジションが合わないというのと、いわゆるシフトとか、ブレーキとか、あの辺をこう根こそぎ交換せんといかんというようなことがもったいないというので、マウンテンバイク的な自転車に、ドロップハンドル的なポジションを持たせるための、有効な策ということで出てきているのがこれです。で、これいわゆる V ブレーキ用のブレーキレバーとラピッドファイヤーの変速システムをそのまま転用できますということですよね。で、それがなんでうちみたいなところにあるのかというと、まあ実はね、ダホンとかあの辺の自転車にあのブルホンハンドルとか、やっぱドロップハンドル的なものをつけたいっていう人ってやっぱ一定数いらっしゃって、まああれやったらやったで、ね、効果あるんだろうと思うんですけど、いや、実は失うものも結構あるんじゃないとかっていうふうに思ってしまっている人なので、いやーとかっていう話をよくしているところでした。で、そこのですね、まあその、なんか、折衷案というか、これが一番、収まりもいいんじゃないっていうような形で、うちではご紹介をしているものです。で、去年ですね、D01 ですね、あれにちょっとつけようという人がいらっしゃって、つけてみたらやっぱすごい喜んで、くださいました。で、うちで実際施工したわけではないんですけども、これ紹介した動画を見てですね、スピードファルコですね、あれにつけましたという人で実際現れて、で、非常に良かったです。ありがとうございましたっていうような、お礼の言葉をいただいたこともありました。で、うちでね、まあ、やるとすれば、やっぱりそのダホンのね、外側にハンドルが折れるやつになるので、まあ、例えばビスクエボとか、スピードのファルコとか、あの辺が一番わかりやすいんだろうなというふうには思います。まあ、結局ポジションですからね。正解はもうその人しかわからないというレベルになるので、やってみてね、これが面白いっていうふうに、で、よかったですって、疲れにくくなりましたとかっていうふうになるんであれば、それはそれで素晴らしいことだなというふうに思うわけでございました。で、こういうふうに考えてみるとですね、例えばね、タルタルガのね、タイプ S、DX、なんかにつけちゃったりすると、まあ、あとはね、その折りたたんだ時にハンドルがどんな風に邪魔するのかっていうのはちょっとよくわからないので、やってみないとわかんないんですけども、タルタルガのね、タイプ S の DX とか、いわゆるフラットハンドルですよね、あれをもうちょっと立体的なハンドルにしてえなとかっていう風な話になってくるようであれば、これはなかなか面白い選択肢のような気もしますし、まあ、うちではね、定番として、いわゆる、ブルホンハンドルですね。をつけてまいりましたの、KHS の、ね、F20 のシステムを転用するような形でブルホンハンドルにしてきましたけどもね。それか、これか。なかなか面白い選択肢になるんじゃないかなというふうに思っちゃったりしたところでございました。ご不明のある方、遠慮なくお問い合わせをお待ちしております。